荒木康貞は架空の日本の詩人。広島原爆の被爆体験を描いたとされ、その作品がアメリカ合衆国で紹介されて反響を呼んだが、後に掲載詞が架空の人物であったとして謝罪する事件に発展した。アメリカの文学者、ケント・ジョンソン教授によって創作されたとされている。紹介された経歴によれば、荒木は1907年に京都府で生まれた。 その後、広島大学を卒業して、郵便局員として働き、第二次世界大戦中に兵役に就いた後、1972年に癌で没したという。没後、家族が被爆体験に基づく死を記したノートを発見し、1990年代にその内容がアメリカの文芸雑誌、アメリカンポイトリーレビューや、 グランドストリート、カンジャンクションスなどで紹介され大きな反響を呼んだ。一方でその経歴や関係者の名前に不審な点があったことから架空の人物ではないかと疑念も持たれていた。結局紙を掲載した雑誌が荒木は実在の人物ではなかったとする謝罪記事を掲載、事件はアメリカ史団の構造自体を問う一大スキャンダルとなった。 広島大学が設置されたのは1949年で、ある。半世紀、架空、原爆詩人が米で、波紋、絶賛一転、騒ぎに、朝日新聞1997年8月9日付、東京本社有刊一面。長畑昭都市、架空の被爆者詩人をめぐって、鉄造か連帯の願望か原爆等議論乏しく、 朝日新聞1997年8月19日付、東京本社有刊ごめん。ありがとうございます。